普通は、鹿科に分類される、グーテイルイ。チリコユウシ、体長七十から八十三センチメートル。オ長ガさから五センチメートル。肩高二十五から四十三センチメートル。体重七点五から十三点四キログラムと、鹿科最小種。全身は、硬い体毛で覆われる。四肢は太い上に短く、ひめは短い。夏毛は、赤褐色で、冬毛は、。 肺褐色。生後2ヶ月までの幼虫には白い斑点が入る。お杉の未頭部に枝分かれしない10センチメートルほどの角が生える。角は7月に抜け落ちる。標高1000メートルまでの竹林に生息する。以前は小規模な群れも確認されていたが、現在は生息数の減少に伴い単独もしくはペアで生活する。昼夜ともに活動する。 植生は植物食で木の枝、樹皮、目、花、果実などを食べる。繁殖形態は体性。妊娠期間は207から223日。4から7月に1回に1頭の幼獣を産む。飼育下ではオスが1年半、メスが半年で生成熟した例がある。開発による生息地の破壊、乱獲、家畜との競合。 人為的に移入された犬による食害などにより生息数は激減している。現在では確実な分布域はチロイ島しか確認されていない。1987年における生息数は1万島以下と推定されている。ありがとうございます。